はやらせない。お前の相手は俺だ。飛んだか。早いな。だが九尾はいずれ俺のものになる。わかってる。四季封じ。封印。この半隠れの里に渦巻きナルトという火影を目指す一人の少年があった。孤児のナルトは忌まわしき九尾をその身に宿しているがため、里の者に認めてもらえぬ寂しき存在であった。ゆえにナルトは己の存在を他人に知らしめるためいたずらを続け、人の注目を浴びていた。しかし時に度を過ぎたいたずらは大騒動になってしまう。火影を目指すナルトではあったが、アカデミーの卒業試験には何度も落第していた。そんな折、アカデミーの教師水木はナルトにとある秘密を教える。それは火影の屋敷に眠る封印の書を盗み出し、書に記された術を覚えればアカデミーを卒業できるというもの。ナルトは意気揚々と屋敷へ向かうが、
真の剣。